何が入ってるか。はっ。じゃ。まだまだ発見がいっぱいだね。かなり強そうだ。相手は強い。気を抜くなよ。私を舐めんじゃねえ。ラピスタシュート。ラルコンコールしろ。ラルコンスライド。まだ入る。
さて、この辺りには何があるんだか。こちらは僕が相手になろう。ありがとう。崩れろ。ファルコンドームが相手になろう。いいんじゃないか。ドライバーアドバンス。このまま攻めよう。僕が相手に頼りに助かる。レボリキラー。待て、ファルコンホール。
私の力見せられたみたいだね。アナイアレーターとやらを絶対に破壊してやる。ああ絶対だ。地形情報を更新した。と実際に目にするのとでは違うな。エセルさん、どんな思いだったんだろう。あれでよかったのかな。これはあくまで個人の見解だが、命とは密度、濃さと言ってもいい。それが重要だったんじゃないか。限られた時間の中で何かをなす、薄い10年より濃い一瞬だ。ミオちゃんもそうなのかな。個人の見解と言った。ミオにはミオの思いがきっとあるはずさ。だけどなすべき時間はあまりに少ない。だから僕はここにいる。体温もう決めてるんだ。これまではその一歩を踏み出すのが怖かった。でも今は踏み出せる。そう。本当に来るかな。来るさ、必ずな。会ってどうするよ。抱き合うとかなら勘弁願いたいね。女王陛下にお見せしたいのさ。あ？どういう意味だ。そもそもあいつは希望がついえる様を見せたいんだ。希望って？見えているんだよ。女王陛下は常に俺たちと共にあるからな。あれはここに良さそうなものがある。よっ、はっ。すぐに終わらせよう。まずは一発で挨拶代わりだ。僕が相手に気合が入ってないでしょ。このまま攻めよう。さすがミオちゃんだね。サイドワインド。見込み通りの結果だな。みんなと息が合ってきた証拠だ。そうだろ、太陽。先手は私。さすがミオちゃんだね。ふっ、マルチがあんな攻めていこう。セル本当に強い。僕が相手にだろ。
私にかかればどんなの。私の力が強いって見せられたみたいだね。これはいいもんだろ。んだよな。やりたくはないけど、この道を塞ぐなら君たちとなら負けはしないさ。あの門の先にはキャッスルを守るコロニーイレブンがあるんだ。そしてその先に居住区があり、そこからキャッスルの正門へと道が続いている。さすがにそこは通れないもん。大バトル必死もん。ああ、だから右手の浮遊岩礁地帯を迂回してキャッスルの裏へと回る。この前話したエーテル採取場と物資搬入口はそこにある。了解した。長くここに留まっていると危険だ。その浮遊岩礁地帯とやらに急ごう。ああ、こっちだ。ついてきて。おっ、珍しいものがあったぜ。随分と派手にやられてるな。ついさっきまで戦闘があったようだ。まだ敵が近くにいるかもしれない。あ、戦場はいつだって不条理なものさ。なんだあいつ。キュベスの兵士か。こっちに来るよ。命はたやすく奪われる。どんな理不尽も肯定される。まったく、これだから戦いってのはやめられない。そうは思わないかい。あんた、今のは俺たちを助けてくれたのか。おっと、まだ気を抜かない方がいいよ。新しいお客様だ。は？
まれた。やるしかねえな。ああ、迎え撃つぞ。やる気があって大変結構。笑ってる場合かよ。あっと、確かに笑うにはまだ早かったよ。何せお楽しみはこれからだからね。みんな応戦の準備。うがっくれ。今のはケベス兵だよな。ああ、お察しの通り、この先にあるコロニーイレブンの戦闘部隊だ。そして見たところそっちもケベス兵のようだが。ん？私かい？君は何者だ？どこのコロニーから来た？そうだな、強いて言うならたった今私たちを襲撃したコロニーイレブンの軍務長ってとこかな。へえ、そうなんだ。軍務長だ？いやいや、ちょっと待ってくれ。コロニーイレブンで軍務長ってことは、あんた猟犬のアシェラか？猟犬？なんだよそれ、有名なのか？少なくともケベスのディフェンダーで知らない奴はいないってくらいにはな。コロニーランク白金の軍務長、間違いなくケベス最強格の一人だよ。話を戻すが、つまり君は味方のコロニーに襲われたってことか？うん、そういうことになるね。どうしてそんな。まあこっちもいろいろあってね。そういうわけだから、これからコロニーイレブンを落としに行く。君たちも一緒にどうだい？え？一緒にって？いや、なんでそうなるんだよ。いろいろとおかしいだろうが。相手はコロニーの仲間なんだろ。なのにあえて戦いに行くってのか？ああ、こんな戦場めったにないからね。こっちも試合がいがあるってものさ。それに攻められっぱなしは性に合わなくてね。何より面白くない。そういうことを言ってるんじゃないんだかな。そもそもなんで俺たちが？え？だって君たち九段のウロボロスってやつだろ。知ってたの？おいおい、女王直々のお達しだぜ。軍務長なら知らぬ者などいないさ。聞けば命の日時計を破壊して回る反逆者一味なんだろ。んなことしてなくはないけど、好きでやったわけじゃねえよ。あんただって追われる身なんだろ。目的は何なんだ？そんなの決まってるじゃないか。戦場でやることといえば二つに一つ。戦って生きるか、戦って死ぬかだ。純粋な命のやり取りに敵味方の区別なんてものはない。倒す側も倒される側もね。君たちも兵士ならわかるはずだよ。全てを敵に回した反逆者ならなおさらね。だから私たちはそんなつもりじゃ。なんてね、考え方は人それぞれだ。無理にとは言わないさ。それでももし気が向いたら私の戦場においでよ。コロニーイレブンは君たちを歓迎するぜ。いろんな意味で。
なんだよあいつ、私たちにどうしろってんだよ。確かに、どうしたものかな。名前、確かに覚えたよ。まだまだ発見がいっぱいだね。おや、もしかして本当に来てくれたのかい。まあその助けてもらった恩もあるしな。義理で鉄火場に付き合ってくれる兵士は初めてだね。そもそも一人でコロニーとどう戦うつもりだったんだ。特艦でもする気か。さすが、見るからに参謀な参謀君、ご明察だ。正気か。おいおい、戦場で正気を問うなんて無粋じゃないかい。んなの、ただの決死隊じゃねえか。頭いかれてんのか。ユーニ、さすがに言い過ぎだ。あ、いやけどさ、私のコロニーイレブンはキャッスルのお膝元を守護する難攻不落と謳われたコロニーでね、アグネス軍がここを突破したことは今までの一度だってなかった。そんなコロニーをわずかな兵で落とす、コロニーをずっと守り抜いてきたこの私自身がだ。これほど痛快なことが他にあるかい。いや、ないね。ないね、じゃねえよ。帰り討ちに会うのがオチだろうが。その時は兵士として華々しく散ってやろうじゃないか。おい。心配しなくても、私はそう簡単にやられたりはしないよ。君らだって相当な視線を超えてきた口だろう。私たちならやれるさ。ちん、よく言うよ、私たちのこと何も知らねえくせに。腹くくろうぜユーニー、お前さんのサポートがありゃなんとかなんだろう。やけに乗り気だなランツ。そうか。そういえばアシェラさんのことも最初から知ってたし、もしかして。わ、悪いかよ。相手はケベスキッテのディフェンダーだぜ。俺だってディフェンダーの端くれだ。そんな奴と肩を並べて戦うんだから、テンションも上がるってもんだろ。嬉しいこと言ってくれるね。もちろん君の活躍にも期待しているよ、ランツ君とやら。おう。勘弁しろよ。それではウロボロス諸君、いざ出撃といこうか。血湧き肉を踊る戦場が私たちを待っているよ。戦友がいるってのはいいものだね。一人で突っ込もうとしたやつがよく言うぜ。敵は任せてもらおう。
ルイドはいいんだ。今ならヒールパイバーサルエッジランドスライドバーサルエッジ。オレンすでに見切ったよ。派手に当てくれるじゃないか。アセララゾーダサイドはいいんだ。ここまで力が残るのか。まだまだいけるよ。いいぞユニ。ところで仕事すればどうぞ。アドバンスのグルーだ。おーかー。スパイク固まってきた。ここで決めよう。ここはっサイドは逆転だ。どうやら守らせたか。楽しくなったな。逆転は見つかいいよ。使いこなせてきたかな。ここ弱点は見つか強くなってる。やだやだ。いい感じだ。さすがは今をときめく反逆者一味だ。うちの連中にも容赦がない。人聞きの悪いこと言うなよ。これでも一応手加減してるんだからね。遠慮することはないさ。徹底的にぶちのめしてくれていいぜ。軍務長である私が許可しよう。ひでえ軍務長もいたもんだな。そういやコロニーイレブンの兵士の中には噂じゃとんでもねえ奴らがいるんだろ。そうなの。ああ俺が聞いた話じゃ山一つ先まで見通す狙撃兵とか心を読む特殊兵とか。くったらね、ただの噂だろ。ふーん、ちょっと興味あるね。私については何かないのかい。へっ、あ、まあ、あるといえばあるけどよ。試しに行ってみなよ。なんとなく想像はつくからさ。猟犬のアシェラ、ケベスに名だたる英傑の軍務長、またの名を。うんうん。死にたがりの戦闘狂。はあ、なるほどね。またろくでもねえのが来たな。ああ、まったくだよ。覚悟はしてたけどさ、まさかこんな普通で面白みもないのとか。もっとイカれたのを期待してたのに。そっちかよ。雑談はそのくらいにして、そろそろ先に進まないか。ここが敵陣の真っただ中だってことを忘れないでくれ。おっと、そうだった。次の増援が来るまで時間もないしね。このやるせない気持ちはうちの兵士たちにぶつけて解消するとしよう。ほんと、ひでえ軍務長だな。おっと、第二。気配がするね。おっと、第二波の気配がするね。あっちはやる気みたいだな。死にたいやつから来るといい。ありがとう。ラピッド執着。やるじゃない。サイドはいいんだ。死にたいやつから来るといい。サイドはいいんだ。撃ち戻したか。ヘルミアはラッチ打ち下ろしたか。バイドスラッシュ。サイドワインだ。敵だ。やめなさい。セブドワインだ。打ち下ろしたか。ラッチやれるよな。ラッチリバーサルエッジ。マルチスライドスパイク。バイドスパイク。ここ打ち下ろしたか。ヨボロス。やってやる。こんなもんじゃねえ。たまには力技もありくない。ラピッドシュート。バイドスラッシュ。回復は俺だ。サイドワインだ。崩れろ。死にたいやつから来るといい。ありがとう。ここだ。バイドスラッシュ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 。
捕まってきた。押し通してやる。でけえのよ。俺たちは来るぞ。私の方が配り助かった。ナルチブラスターやだよ。まさっきのちょいと厄介なやつが来そうだよっ。はっと、ぶっ倒してやれ。死にたいやつから来るといい。崩れろ。殺したか。相変わらず見事だ。死にたいやつから来るといい。さらに弱いんだ。オリゾンボリバーサルエッジ。何のスライドハンド。撃ち殺したか。あとで
せろ。梅雨払いは何しておきな。くぞとがめの一撃。ここで終わりじゃないぞ。来ればコロニーイレブンはすぐそこさ。決戦は近いぞ諸君。その前に一つ確認しておきたい。敵の指揮官は誰なんだ。大方想像はつくだろう。君たちもよく知ってる手合いさ。やはり執政官か。こいつがまた戦術家気取りの難物でね。しかも自己愛の塊と来てる。きっと今頃兵士を手足のように操る自分に酔いしれてることだろうさ。それで兵士たちが俺たちを討伐するために無理やり駆り出されてるのか。嫌な趣味してやがるな。吐き気がするぜ。気にすることはないよ。うちの連中もなんだかんだで楽しんでるからさ。はあ？どういう意味だよそれ。ここまでの攻防を見ればわかるだろう。相手は本気でこちらを殺しにかかってる。主に私をだろうけど。つまり何か。コロニーイレブンは執政官に操られるまでもなくこちらを撃つつもりだと。ありえねえだろそんなの。そうとは言い切れないさ。彼らもまた私と同じだからね。余計わかんねえよ。さっきから回りくどいことしか言えないのか。まあまあ細かいことは置いといて、今はただ純粋に戦いを楽しめばいい。ここから先はより過酷な戦場になる。つまり本当のお楽しみの始まりさ。記録しておかないとな。敵の本陣は目の前だ諸君。お前んとこのコロニーだかな、逆賊ども。いや、追い立てられたけだものと言うべきか。お前がコロニーイレブンの執政官か。ウロボロス風情が。口の聞き方に気をつけろ。私の命令一つで貴様らなぞすぐにでも圧殺できるのだからな。理解したようだな。ならば控えてよ。貴様らの処分は後回しだ。何？まずは貴様からだ。もっと軍務長アシェラ、前に出ろ。おい、
恐れながら執政官殿、先ほど逆賊と言われましたが、彼らはともかくなぜ私までもが謀反の罪に問われているのか、どうか愚かな獣である私に偉大なる執政官殿からご教示を賜りたく存じます。愛も変わらずヘラの道を、ならば今一度教えてやる。戦場への独断介入、逸脱した戦闘行為、公然と行われる軍規違反、そして最も罪深いのは我ら執政官へのどしがたい侮辱の数々。心当たりがないとは言わせんぞ。ここにいる兵士全員が証人だ。その結果我らはケベスに数多くの勝利を献上してきました。華々しい戦果こそ執政官殿のお望みだったのでは。そのような命令をいつ私が下した。貴様らは駒であることを忘れるな。駒は盤上で打ち手に従ってこそ駒たりえ、勝手に動く駒などクズほどの価値もない。ひどい、兵士をそんな言い方。しかしだ、腐っても白金の頃によっておくのも賢明とは言い難い。ゆえに当面は私が直々にコロニーレベルを統括する。これは決定事項だ。私は用済みであると。死にたがりの戦闘狂なら同胞に撃たれるのも本物。こいつ、言わせておけば。なるほど、察するに執政官殿、あなたはいくつか勘違いをしていらっしゃるようだ。くだらん、この後に及んでまたざれ言か。今日までコロニーイレブンはあなたが行けと命じた戦場にどこへでも駆けつけた。しかしそれは全て己の意志で望んだこと。そこに我らの求める戦場があればこそ兵たちは死力を尽くして戦い抜く、それだけが望みなのです。彼らとこの私にとっては。だったら何だというのだ。逆に言えばそれ以外はどうでもいいのですよ。たとえ昨日までの味方と戦うことになろうと、主でもない相手に従うことになろうともね。な、それはどういう意味だ。あなたが忠実だと思っていた駒はまさにクズほどの価値もないということですよ。最初からずっとね。でたらめも大概にしろ。現に今こうして私に。なんか面倒になってきた。そういうのもういいからさ、さっさと殺しに来いよ無能。まさか化け物に変身するとはね。ふん、おじけづいたか。そう見えるかい。いや全然、もう好きにしろよ。アシラ、甘く見ない方がいい。こいつは兵士相手とはわけが違う。ああ、どうやらそのようだ。さーて、ウロボロス諸君、待ちに待った決戦と行こうじゃないか。そいつは結構、ぜひやってくれ。あれ、死にたいやつから来るといいし。ここで終わらせる。予測の範囲内。マジだ。
やめと。はあ？な、に、おい、マジでイカれちまったのかお前。メビウスだぞ、敵だろうがこいつは。だってさ、これで終わるのはな、なんていうかな、そのあれだ、もったいない。正気か？いや、聞くだけ無駄だったか。そういうわけで、執政官殿、今なら戦略的撤退でも何でもしていただいて結構です。ぜひ雪辱を果たしに再びコロニーイレブンへお越しください。貴様、貴様、ま、どうしても死なせろとおっしゃるなら
解釈するのもやぶさかではありませんが。必ず受けさせてやる。私をコケにした報いを存分にな。うわ。死生観はメビウスはあんたが思ってるほど甘くないぞ。元より承知さ。だからこそ期待が持てるってものだね。はあ、なんというか、いろいろすごいね、この人。さーて、お次は勝利の祝報だ。盛大に頼むよ、せっかくだからね。なんか違うような。まあ、めでたいと言えなくもねえか。あんたたちは白金のコロニーだ。本当にいいんだな。言っただろ、どうでもいいんだよ、私たちにとってはね。わかった。よし、行くぞ。これであんたたちは自由だ。もう命を奪わなくていいし、戦う必要もなくなった。それは果たして自由と言えるのかな。どういう意味だ。私たちはさ、最初から命のために戦ってたわけじゃないんだよ。おいおい、そんなわけないだろ、普通は。ああ、そうさ、普通は生きるために戦おうとする。当然さ、出なきゃ死ぬからね。だが私たちは戦うために生きる、そのための命さ。戦うためにって、そんな生き方。うちの兵士たちとやり合った今ならわかるだろう。連中が失政官に従ったのは命が惜しかったからじゃない。あくまで状況を利用したに過ぎないんだよ。は？なんでそんなこと。そんなの決まってるだろう。私と君たちのような強者と本気でし合うという望みのためだよ。その望みに応えて私は戦った。ただそれだけのことさ。なるほど。いや、なるほどじゃねえだろセナ、冷静に考えてみろよ。こいつら身内同士の殺し合いを楽しんでたってことだぞ。おかしいだろう。うん、ありていに言えばそうなる。開き直ってんじゃねえよ。そもそも戦うために生きるとか、そんなことしてたら命がいくつあっても足りねえだろ。死にたいのかお前。ああ、死にたいね。そりゃ笑える。おい、本気かよ。そんなに意外なことかな。君も兵士なら。ふざけんな。ん？ふざけんなよてめえ。戦いが望みとか死にたいとか、さっきから意味わかんねえんだよ。偉そうに小たく並べたところで、要は血に飢えた獣ってことだろ。あの失政官が言ってた通りじゃねえか。はあ？ちょっと言うに。これ以上てめえのイカれた自殺願望にあたしらを巻き込むんじゃねえ。とっととここから失せやがれ。言うに、今のは。参謀君、いやー、さすがの私も今日は疲れたな。ちょっとそこらで一休みでもするかな。ああ、君たちも好きにくつろいでいいよ。戦場に付き合ってもらってお礼さ。アシラ。それじゃ、私はこれで。あとはヨシナに。ね。
ユニ、さっきのは良くないぞ。後でちゃんと謝るんだ。ノアはあいつの肩持つのかよ。誰にだって望む生き方がある。エセルもそうだったろ。ハンナノとエセルを一緒にするなよ。ま、そりゃそうだけどよ、先に切れたのはお前だぜ。ユーニ、気持ちはわかるけど、ここはね。ああ、はいはい、わかったよ。ちゃんと話すよ。これでいいだろ。ああ。おい、ん？あ、その、なんだ、さっきのことなんだけど。悪い、言い過ぎた。ま、笑うんじゃねえよ、こっちは真面目に。ああ、いや、ごめんごめん。ただちょっと意外に思ってさ。そもそも君は何も悪くないと思うな。君が言ったことは実際本当のことだしね。死にたいってこともか。日時計なんてものがなくても人はいつか死ぬ。遅かれ早かれね。だからそうなる前にこの世界に刻みつけてやりたいんだよ。限られた時に縛られた私たちの生きた証ってやつをね。私はそのために死にたいんだ。やっぱわけわかんねえよ。私にはただ自滅を望んでるとしか思えない。戦うために死ぬのと死ぬために戦うのは似ているようで違うんだよ。意義のある死を遂げてこそ私はやっと自分の価値を証明できる。劇的に生きて劇的に死ぬ、それが私の望む生き様なのさ。と言っても傍から見ればそれは死にたがりの戦闘狂でしかないわけで。コロニーイレブンはね、そんな狂った奴らの最後の拠り所なのさ。面白いだろう。どこがだよ。やっぱイカれてるよお前。今日でそれ何度目かな。まあでもさ、うん、少なくともここから飛び降りて死のうとするほどバカじゃないってことは分かったよ。自分の生き方を貫こうって話なら私がとやかく言うのもなんか違うし、それに死を恐れずに戦うあんたはその正直すげえと思うよマジで。おう、そう来ちゃったか。なんだよ、また茶化す気か。いや、なんというかそんな風に言われたのは初めてだからさ、正直驚いてるかも。もしかして照れてんのかあんたが。そいつは傑作だな。おい、そう、まあ冗談なんだけどさ。やっぱ私お前のこと嫌いだわ。悲しいの。私はむしろ君のことが気に入ったよ。まあこれからは反逆者の仲間同士なんだ。だからさ、仲良くしようぜユーニ。
猟犬のアシェラ、押して参る。なんてね。みんな疲れただろう。手に入ったな。少し休まないかい。だな。さあ。守ってやるからな。記録は大事ってな。